はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今回は東京都足立区にあります北千住の、マラソン大会に参加しております。今日は特別にですね、撮影スタッフといいますか、撮影に手伝ってくれる、はい、素敵な方をご紹介いたします。自分のですね、ランニングの大先輩で、自分がランニングをまあ始める、それから頑張るこうきっかけになった、方の一人でもあります。じゃ簡単に自己紹介お願いします。はい、はい、はじめまして、ゆうきくんの友達のこうきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。自分と金子さんが出会ったのが、自分は金子さんと呼んでるんですけど、金子さんと出会ったのが2014年ですよね。2014年の4月ですかね。ある、まあ、駅伝の日本一周イベントで、出会ったんですけれども、もうその頃から結構バリバリですね、金子さん走られていて、もともと走ったりとかランニング陸上はされてたんですか？そうですね、学生時代は陸上で長距離やトラックの方だと中距離の方やってました。じゃあもう小さい頃から走ってて、で、まあ、その日本一周イベントでも結構走られてて、めちゃくちゃフォームが綺麗なのと、もうこうみんなを引っ張っていく力っていうのがですね、まあ、非常にこうすごいなと思いつつ、こうランニングの魅力とかってありますか？これから始めたいっていう方にとって、ランニング始めるっていうのに。そうですね、まあ、いろんな魅力はあると思うんですけど、特に日本に住んでるってことを考えると、やっぱ日本の良さって、まあ、四季の豊かさだと思うんですよね。ゆうきくんも僕も海外で生活してた経験ありますけど、やっぱ日本の四季っていうのはすごいな、素直にそういうところを楽しめるっていうのは、まずこの日本にいるってことを考えると、ランニングの本当に魅力なのかなって一つ思いますね。日本一周でランニングイベントでこう運営としていろいろ走られていく中で、ここはめちゃくちゃ良かったなって場所ありますか？そうですね、僕の中で2つあって、まず岩手、あと高知で、やっぱ日本は自然豊かですけど、僕が印象に残ってるのは岩手の、山道あと高知の川沿いですかね。やっぱ仁淀川のあたりはすごく綺麗だったのを覚えてますね。逆にここはすごいめちゃくちゃ大変だったなというか、走るの結構大変だったなって場所ありますか？いや、日本全国回ってると本当にいろんなとこ走ったので、でも単純に峠は辛いですね。道の狭さ、高低差、足場の悪さ、暗さ、すごい印象残ってます。やっぱ峠は走るもんじゃないですかありがとうございます。金子さんも結構海外での生活も長く、また海外のマラソン大会にも参加されてたということで、今までどこの大会に参加されてました？はい、海外だと僕オーストラリアに住んでたので、ゴールドコーストマラソンを2回、メルボルンマラソンを2回、シドニーマラソンを1回、計5回、海外の大会に出ました。印象に残った、その中でも印象に残ったコースとか、雰囲気とかありますか？日本の違いというか。すごい顕著な違いがあると思っていて、でどの大会もそうだったんですけど、まず海外の方の沿道のテンションの高さ、本当に応援してくれるし、ゼッケンに名前も入ってるので、もうカギカギゴーゴバリーっていうような感じで、初めてで一瞬しか交わせてないのに、めちゃめちゃ応援してくれる。本当に、応援ってこんなに力になるんだなっていうのを、その時にこうすごい痛感しましたね。人に優しくしてあげようと思いました、これから。これ結構ハードルだと思うんですけど、海外でしかもマラソン大会に走るっていうのは結構大変だと思うんですけど、そういう言葉の壁とか、応募するにあたって大変なこととかはありませんでしたか？初めて行く土地、それこそ、言葉の壁とかもあるんで、そういった不安はもちろんあったんですけど、それを上回るこう楽しみっていうか、それがもう勝ってたので、はい、そのうまくいかないようなこともこう含めて、魅力というか、とりあえずその不安が払拭されるぐらいのこのワクワク感でいっぱいだったという感じですね。今後、今はちょっとお休み中というか、ランニングは、はい、そうですね、ちょっと今怠けてますけどもまたどんどん大会が開催されるようになったら、そこを目標としてまた仕上げていきたいなとは思ってます。はい、ありがとうございます。金子さんにとって走るってどういうことですか？日常だったりとか、それこそちょっと競技志向だったりとか、今の考え方、昔は学生で多分結構競技っぽさでやってたと思うんですけど、今改めて、走る、何のために走るというか、そういうのってありますか？
そうです、本当に今言った通り競技志向で1秒でも速く走ることだけが目標に、やってたんですけど、実力のなさとあと故障続きで、結果そのあたり競技はやめたんですけど、でそれで走るの嫌いにはなったんですけど、本当にこう仕事で1万人近くのこうランナーさんにこう会った時に、人それぞれが走る意味というのを持っていて、僕そこでファンランなんてつまんねえよ、記録のために走るって思ってたんですけど、あ、楽しんで走ってもいいんだな、素直に楽しそうな人を見てこう、あ、僕もこう思考を変えたというか、ただ単にもともと好きだから始めていたことでもあったので、純粋に楽しもうって思って今は走っている感じです。単純に楽しいです。ありがとうございます。多分相当なかなかいないと思います、日本人の中でも、日本一周を3回して、それで伴走したりとか、いろんなランナーさんに会って、計どれぐらいですか、何万人ぐらいの人数ですか。はい、もう1万人いくかいかないぐらいですかね。いや、そんなにいってないですね。またこう走行距離にすると多分日本3周ぐらいですもんね。そうですね、日本一周、9000キロぐらいで見てなんで、2万5000キロぐらい行ったんですかね。それだけこう走られてるってかっていうので、走る楽しさだったりとか、いろいろあると思うんですけれども、皆様もなんかこうぜひ、いろんな楽しみを見つけてというか、そういうので走っていただけたらと思うので、結構この動画を見てくださる方も走るの好きな方とかも多いですし、走り始めた方とかもいるので、なんか走り始めた方向けに何かこうなんかアドバイスとかありますか。続けるコツというか、あと楽しさを見出すコツみたいなの最後ありますでしょうか。はい、新しいことやるとき何でもそうだと思うんですけど、まず目標高く設定しすぎるとやっぱ辛くなっちゃう。特にランニングいきなり10キロ走ろうとかって言ってもやっぱ辛いと思うんで、本当最初1キロ2キロとかでもいいから、始めてみてハードルを低くしてそれをこう継続していくってことですか。そうするとどんどん体がついてくるようになって、成長してるなっていう実感が出てくると思うんで、そこからどんどんまた楽しくなってくると思うので、焦らず、あとやっぱり自分の好きなコースであったりとか、ランニング友達を見つけるっていうのが一番いいのかなと経験上思います。はい。ありがとうございます。自分もですね、2014年に金子さんだったりにこう出会って走る楽しみとかを見出してですね、今も継続して走ってますので、ぜひなんかいろいろなきっかけでまた、いろんなイベントを通してなんかランニングの楽しさというか、そういうのも、発信できたらなと思ってますので、今回はですね、マラソン大会に自分が参加するということで、わざわざですね来ていただいて、撮影の補助とか、していただいております。いろんな動画見ていただいて面白ければグッドボタン、それからチャンネル登録をお願いいたします。インスタグラムだったりツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。ではこれからですね、あと15分後ぐらいで、スタートしますので頑張ってきます。金子さん、ありがとうございました。バイバイ。はい、ありがとうございます。はい、では初めてでした。